家たちは古武道を教えることを生業にしていない。東京は葛飾区で建造業を営む近藤さん。普段は図面引きから電話の応対まで15人の従業員を抱える会社の社長さんである。もしもし、はい、近藤、あ、近藤でございます。あ、どうもいつもどうもお世話になりまして、こちらもどうも借りました。はいはい、いやいやいや、とんでもないです。はい、了解いたしました。はい、了解いたしました。よろしくどうぞ。夜ともなれば多数の門人を抱え、大東流合気武術を今に伝える東京総支部の宗家代理である。合気とは一瞬のうちに相手の攻撃力をそぎ相手を制する精妙な技である。相手が、本来こういうふうにですね、剣を抜いて切ってかかります。それを素手で対処します。先ほどここに小不足の鎧同士を持ってましたので、ここへ突きます。これはちょうど甲冑のですね、胴が空いてる脇のこの急所をですね、鎧同士もしくは脇差しで刺します。それをなかなか一本剣で表しております。で、両手で押さえた関節よりも下で押さえます。これ上に持ってますと鉛筆が入ってきます。鉛筆が入ります。ですから必ず相手の関節の下を押さえます。束を両手で持ちながらこちらに入っています。これもこの関節、急所ですね、急所のとこを押さえ、己の丹田下に相手を崩します。で、脇をけこみながら槍で突くようなつもりで入ります。これ聞いております。はっ、とどめを刺します。大東流合気武術は甲斐武田家と会津松平家とに分かれ伝承されていた武芸で、明治になって中興の祖と言われる武田宗覚によって今に継承されてきた。武田宗覚の時代になって士族だけのものであった大東流が一般に解放されるようになり、歴代門人の中には合気道の祖とも言われる上芝森平の名も見られる。現宗家武田時宗氏の時代に入り、広く人々に伝えられるようになった。技というのはですね、全てそうなんですが、受け身は取れないんですね。全ての技は受け身取れないんです。ですからこの技はもう一本取りにしてもですね、塩投げにしても受け身は取れません。それをですね、手の内を緩めることによって相手に受け身が取れやすくしてあげてるわけですね。ですからこの場合もこう入ります。で、こう入った場合ですね、ここで入るわけです。あーだだだだだ、ここでですね、ここで一箇所ちょっと離してください。2箇所、3箇所と聞いております。あ、痛い痛い痛い。ですからこのまま投げたら折れるわけですね。このまま投げた、それを手の内を、この手の内を緩めます。緩めた状態で投げるわけですね。投げますよ。両手を取ってください。両手を取った時にですね、この瞬間にですね、持たれてからじゃなしに、この瞬間に合気をかけます。はい、どうぞ。合気をかけます。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。いや、大丈夫ちょっと合気をかけます。で、合気をかけてこのまま抜き道へ入ってですね、このままこっちへ、こっちへ投げられます。痛いですね。いや、痛いぐらい大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫、はい、ちょっと、じゃあこれで投げていいですか。はい、いいですか。
じゃあ折れちゃいますね。折れちゃうでしょ。これじゃ折れちゃうんで危ないから手の内を緩めるわけですよ。緩めてこういうふうに投げてあげた。痛い。いや、それは痛いですよ。痛いですね。暴漢にですね、女の方が襲われた時に、役に立つ護身術なんていうのはありますでしょうか。そうですね、まずやめた方がいいでしょう。あの女性がですね、まあ、実際私たちもそうなんですが、実際に役に立てるようになるにはですね、やっぱり20年30年かかると思います。ですから女性にですね、そういうふうなお役に立つような技とおっしゃいますけどね、まずそういうふうな場所へ行かないということ、それからそういう環境を作らないということですね。例えば黒いあの暗がりへですね、一人で行くようなことをしないとか、そういう環境を作らない。だからもしもそういう場面に出くわしたらまず逃げるということですね。ですからそういう技をですね、まあ、一手二手教えてですね、それが役に立つということは、生病法は怪我のもとって言いまして、かえってですね、自分の身を危なくさせますので、そういうことはやめた方がいいと思います。愛機の処方は胸を突いて相手を崩すこと、そして究極の愛機は鍛えた精神、心から出る力で戦わずに相手に勝つことだという。